ようこそ硬質ラボへ。皆様こんにちは。今回の動画では多くの人が興味深く見守っているであろう雅子様が心を込めて行う4年半ぶりの園遊会への最高のご準備についてお伝えします。雅子様の真摯な姿はどのような思いが込められているのでしょうか。皆さんも一緒に考えながら動画をお楽しみくださいね。ぜひ最後までご覧ください。素晴らしい透き通る歌声で隣のトトロ、ふるさとが会場に広がり、天皇ご一家も楽しそうに手拍子をされて微笑まれていました。5月4日には天皇ご一家が東京都内で開催されたウィーン少年合唱団のコンサートをお楽しみになられました。過去にも何度か合唱団の公演をご覧になられたことがあり、公演後のお話し合いでは再会を心から喜ばれていました。皇室と国民がコロナを乗り越え、心温まる再会の宴となる春の園遊会が5月11日に4年半ぶりに開催されます。名古屋大学大学院の准教授葛西氏はおっしゃいます。皇室がウィズコロナに対応しておられることや、これまで感染症のために国民が耐え忍んできた努力を称える象徴的な園遊会になるでしょう。しかしながら、開催にあたってはこれまでと異なる点もございます。オードブルやアルコール類の提供がなく、両陛下とお話になる予定の招待客にはマスクの着用がお願いされるなど、新たなルールが設けられた園遊会となります。5月8日には季節性インフルエンザと同じ扱いに変わりますが、招待客には高齢の方も多くいらっしゃるため、感染リスクを可能な限り下げたいという両陛下のお心遣いから、このような措置が取られることになったそうです。招待客は大幅に絞られているものの、1300人以上が出席されることになります。制約の多い中でも最高のものをお届けしたいというお気持ちで、雅子さまは招待者のチェックやご準備にお取り組みになっているとのことです。宮内庁関係者はお話ししております。園遊会は天皇皇后両陛下のお名前で、有名人だけでなく幅広い分野の方々が招待されます。参加者のリストが完成すると、両陛下は当日までに全ての招待客のお名前や業績を把握されるのです。天皇陛下と雅子さまは一度お言葉を交わされた方はしっかりと覚えておられます。多くの方々とお会いになるご公務の中でも、陛下と雅子さまは事前にお会いになる方の名前を耳にされると、この方は以前にもと側近にお話されることが多いそうです。名前を覚えていただいた方々にとっては大変嬉しいことでしょう。雅子さまの国民一人一人と心を通わせたいというお気持ちが誠実なご準備に表れているのでしょう。雅子さまが招待客のほぼ全員のお名前を覚えておられるという令和初の園遊会は、国民にとっても素晴らしい宴となることでしょうね。皇后陛下が日本の宝であると存じます。日本人として両陛下がおられることを誇らしく思います。真摯にご公務に取り組まれるのは皇太子妃であられた頃から変わりません。園遊会で謁見される方々は幸せです。海外王室との華々しいご交流をまた見せていただけるのを楽しみにしています。宮内庁は両陛下を中心とした皇室外交を政府と企画するように改めてください。このような才女であられる皇后陛下がいらっしゃることが大変誇らしいです。まさに才色兼備、品格があり麗しいのはもちろんのこと、お心までもが美しい、
それでいて嫌味がない。いつも国民にお心を寄せてくださっていることに心から感謝申し上げます。令和の時代が末永く続きますように。1000人以上の人を覚えるというのは大変ですね。またそれがお出来になる皇后様はすごいです。もちろん陛下もそうでしょう。マスクを皆様はされておられるでしょう。ということはほぼ目だけになりますね。いえ、名札をつけておられましたか。それでも一瞬にしてこの人はどういう人でというのを思い出さないといけないですから、やはりすごいです。招待された人は質問されて答えるまでドキドキしてるでしょうね。お話ししたいけど失礼のないようにちゃんと答えないとと思うのでは。終わっても何をお話ししたかなと思うかもですね。明日が晴天になりますように。4年半ぶりの園遊会へ臨む雅子皇后陛下の記事ですが、誠実で真面目なお人柄を感じさせていただきました。天皇皇后両陛下、愛子さまのご自分たちの与えられたお役目を心から全うされようと努力されるお姿が、人々から大きな信頼や尊敬を得ることにつながっていると感じます。コロナのリスクとの難しい対応となりますが、さらに人々との信頼が深まることを願っております。招待客の名前や招待されるにあたった功績等、理解していなくてもその場をしのぐことは十分可能でしょうが、出席者としっかりコミュニケーションをしようという思いがあるからこその準備、一人一人覚えるのも大変だし、間違えることがあっても失礼に当たってしまうし、相当な労力が必要だと思います。だからこそ両陛下と言葉を交わせた人たちはより大きな感動や喜びを味わえるのです。とっても心のこもったおもてなしですね。こうした手間を惜しまないところに人としての深みが出ているのですね。いかがだったでしょうか。こうして雅子さまの園遊会への真摯な思いと4年半ぶりの最高のご準備が明らかになりました。雅子さまの姿勢は国民一人一人に寄り添うお心遣いの表れであり、これからの園遊会がますます楽しみになりますね。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。